皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。今日はですね、何日4日、5日の金曜日と営業を終えました。やっぱりね、金曜日、あ、でも今日はね、4人来てくれたんです。ありがたい。でしかもそのうちのお一人が初めて今日来てくれて、ツイッターでつながっている人、が来てくれたのは初めてです。本当にありがたい。またすごいなんかね、福顔のめっちゃいい人で、なんだろう、お会いしてお話をしてるだけで幸せになる感じの人が来てくれました。もう今ね、こんな状態で、すごいもう精神的にもちょっとやられてますがでもなんかそうやってね、こうやってなんか私の素性も分からずにこうやって来てくれて応援してくれる、結局そういうことじゃないですか。応援してくれるのは本当にありがたい。本当にありがたいですね。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。はい、ということで今日も無事終えました。一応来週いっぱいの営業でまん延防止措置が終わる予定、ね、これからゆり子がなんて言うのか分かんないけど、そう、一応来週を頑張ったらまた再来週から普通に戻れるかな、分かんないけど、一応でもそのつもりで、耐えていこうと思います。皆さんもきっとその行きたいお店が閉まってたりとか、何時までのアルコール提供とかいろいろきっとご不便だと思いますが、また地域によってちょっとね、期間も違いますけど、もうちょっと私も頑張るので、皆さんも頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。はいはい、酔ってます。なんか最近疲れが抜けなくて、やっぱ年ですよね、昨日もね、そんな飲んでないのにね、ちょっと戻しちゃったりとかして、そう、恵方巻きが多分ねほぼ出ちゃいましたねつって、やっぱあれじゃない、このちょっと活性化したらなんか体調も変わるかもしれないので、そこを期待して、これからもまた来週も頑張ります。はい、皆さんももう少し頑張ってください。はい、ということで短いんですけど今日もこれで終わりたいと思います。今日も一日どんな一日だったでしょうか。きっとね、今その感染力がすごい強いコロナだから、周りにももしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、そんなに重症化しないっていうね、ことを希望しながらみんなで乗り越えていきましょう。少し早いんですけど、おやすみなさい。また次回に。今日も見てくれてありがとう。またね。